シャムの国からこんばんは、タイミーチャンネルです。どうも、銀です。今日はクリームカツ丼を食べたいと思います。クリームカツ丼、皆さんご存知ですか？ AKB 好きだったんですけど、昔高橋みなみさんがなんかカツ丼にホイップクリームブワーってやって食べるのがめっちゃ美味しいっていっぱい言ってたイメージがあって、一人暮らしなんで誰も食べ物で遊んでも怒らないということで、ちょっとクリームカツ丼やってみたいと思います。ということで、カツ丼作るのめんどくさいのでいつも通り Uber Eats します。本当はフードパンダだけど。はい、というわけでカツ丼届きました。大戸屋、確か170バーツ、安いですか？600円ぐらい、まあそんなもんなんかな。あ、大戸屋はバンコクには結構めっちゃあります。では、え、結構でかいやばい、 1.25 リットルっていう、多分日本にあんのかな、そういうサイズなんですけど、と比べてもこれぐらいのでかさ。顔でかい人の横に並んでこれぐらいです。え、めっちゃでかくない？で、あ、そう、今日の主役ホイップクリーム。やっぱり社会人になるとね、ストレスとかたまるんで、そういう時は甘いものが一番いいですよね。うん、直食いとかしちゃいますね。では開封、湿らないように二段重ねになってましたね。で、具は結構多いんですけど、ご飯は意外と器と比べると少ないかも。 150g ぐらい普通に乗せちゃいます。ちょ、見てほしい普通に美味しそう。これを総監督さんの意見通りに汚していきます。まあ、日本にもあると思うんですけど、あのスプレー型のホイップクリームで、ここをしたらジューって出てくるやつ、なんかどうしようか、こういうみたいな。はい、じゃあここにホイップクリーム乗せていきたいと思います。合ってんの？はい、じゃあ食べようと思います。いただきます。やば、ホイップクリーム感がない。ゲテモノではないっすね。ホイップクリームがあってもなくても一緒の味。足してみる。なんかいたずらにカロリーを上げてるだけじゃない？けどなんか新しさもない、別にまずくもないから箸も止まんない。ウォータリング。はい、というわけで完食しました。結論、なんかあってもなくてもあんま変わんないなっていう感じです。高橋みなみさん、カロリーが増えるだけなんでやめた方がいいと思います。はい、というわけでぜひやってみたくないなと思った方は高評価、チャンネル登録、コメント等よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。